金沢地方気象台は白山の初冠雪を観測したと発表しました。統計開始以来2番目に遅い記録となりました。これは昨日撮影した白山室堂周辺の様子です。標高2702メートルの御前ヶ峰がうっすらと雪化粧し、室堂では2センチほどの積雪も確認されました。こうした中、金沢地方気象台は今日白山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より18日、去年より31日遅い観測です。1913年の統計開始以来、これまでで最も遅かった初冠雪の記録は1977年の11月9日で、今年は過去2番目に遅い観測となりました。繰り返します。金沢地方気象台は今日白山の初冠雪を観測したと発表しました。